はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日は土曜日になりましたね。8月14日になります。まあですんで相場の方は動いてませんけども、金曜日13日のギリギリカツカツまでを追いながら解説と、それから来週に向けての展望を話していこうかと思います。それでは画面の方を切り替えますので、こちらをどうぞ。まずはですね、金曜日の夕方のチャートに、いろんな文字を重ねています。13日の朝なんですけども、110円の335ね、これですよ。110円の335を割ったらこの線です。ここを割ったらね、セルで入りますよってことを昨日の朝お話して、1時間以内私も入りますというふうにお話をしてね、放送は切りましたけども、実際私入りました。そしてですね、おかげさまで、こちらです。このチャートが8月13日の18時になるかならないかってところでございますけども、その時点で110円の235で利確しました。ということで、10ピップスだったんですけども、まあその小刻みの、このね、ローソク足の時は、ロットを増やしていけばいいっていうことなんで、ロットを今回も3に設定しましてね、3万数千の利益を私はテイクプロフィットしたということになります。その後、もう一つ事件が起きます。というのが、トレンド転換をしましたよって私は考察しましたよね。トレンド転換、ぐーっと上に行ったのが、もうこれ以上上に行きませんよと。それなのに、こういうふうに横ばいに入ってるってことは、セルの方に向かうんですよって解説した。で、セルに向かうきっかけとしては、この110円の335が一つのポイントになるんで、ここ終わったら売りで入りましょうって話を昨日はして終わったわけなんですよ。そして実際に私は昨日売りで入って夕方までで利確したんですよね。で、その後なんですよ。その後どうなったかってことを改めて、お話していきます。で、デイリーの方に、行きます。で、デイリー。デイリーで私が何を言ったかっていうと、こういうふうに上は揃ってるよねってお話したんですよ。そして下はこういうふうに広がってますよねって話しましたね。これ変わんないですよね。で、昨日の相場解説でもこういうふうに入っていって、広がりながら上底、上はね、変わらずに、下のところだけは開きながら行ってるから、こっから大きく下落が始まるんじゃないのって言ったんですけども、もうまさにここまではぴったり合ってたでしょ。だからあとここまでの余地が残されていると私は考えてますんで、こっからでもセルに入るべきだと思いますよ。で、ここまで合ってたでしょ。で、4時間の方を見ていきます。4時間なんですが、ここがトレンド転換を起こしたところですね。で、こっからぐーっと上に上がっていって、で、下がって、横ばいが入って、110円の335終わったらセルが始まるよって言って、ここまでセルがいってるんですよね。109円の592ですよ。だから1円とはいかないですけども、1円近く変わったんですね。で、トレンド転換の例っていうのはここでも見ることができます。ここです。トレンド転換して、下の方に行ったでしょ？で、トレンド転換して、上の方に行ったでしょ？今回のトレンド転換は私はここを見切ったってことなんですよ。ここではなくて、ここですよってことなんですよね。だからね、高値を超えるとね、際限なく上の方に行くような気がしますけど、それだけじゃなくて、新しいトレンド転換のポイントを作って、そこから改めて下の方に潜っていくって、今回みたいな例もあるわけなんですよ。ここもそうですよ。だから、ここでトレンド転換を起こして、下に行ってたのが上に行ってたわけなんですけども、ここを超えて、下に潜ったのが、際限なく下に行くんではなくて、新しいトレンド転換を設定してですね、また内側に戻っていくってことがあるわけなんですよ。あら。ね。だからこういうのを、使い分けれるようになっていくでしょっていう話を私はね、この5年以上してるわけなんですよ。では次1時間を見ていきますよ。1時間はトレンド転換を起こしたところがここです。ぐーっと上に上がっていたのが下に行って、横ばいになって110円の335を割ると際限なく下の方にドカーンといったというね。私はこの間寝ていたんでエントリーできてませんよ。ね。だからニューヨークお休みタイムズって言って、夜9時からね FX をするような深夜強い方はここがしっかりと取れていたんではないかなと思います。私の場合はこういう風なね、深夜にあんまりエントリーしてないんで、夜中の利益は取り損ねてるんですよ。私は家族の時間が第一なんで、 FX は日中にしかしないって決めてます。まあたまに深夜もね気まぐれでやりますけどね、で、これからどうなっていくかってことなんですけども、もう一回デイリーの方を見ていきます。ね、もうわかりますよね。来週どうなるかっていうと、私こういう風な線引きましたよね。もうそれが全てです。あとは、
先ほどお話したことをちょっと思い出してもらいたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回も非常に分かりやすく具体的に形を作った後、この110円の335終わったらセールですよって、ここまではっきり言う相場解説の人もいないと思いますよ。で、これで利益が取れないとしたら、今一つね、勇気がなくってエントリーできなかったってことなんですよね。だからやっぱり度胸、勇気、腹をくくる、これはね、やっぱ鍛えていかないといけないですよね。ロスカットを踏めば大抵は大丈夫なんですけども、ロスカット設定してるのにエントリーする勇気がないっていう方はね、ロットを減らしてください。それでもエントリーがなかなかできないということであれば、投資は向いてないかもしれません。投資っていうのは、言ってみればね、高いビルの上からお金を投げる行為なんですよ。高いビルの上からお金を投げて、バーッとね、1階まで走り降りていくんですよ。だから投げたお金が下の方に早く落ちて、通行人に拾われてしまうかもしれない。そういう意味で言うと、資産を投げる投資なんですよね。でも、お札が下に落ちるまでに1階にたどり着いたら、お金を失うことなくこう拾うことができるんですよ。そして気がついたら、よそのビルからも同じようにお金を投げてる人がいて、1階に早くたどり着いた人は、その他の人の投げたお札まで取ることができるんで、度胸が出て、もう真っ先にお金を投げて走り抜けていった人が全部取ることができるんですよね。変な例えですね。はい、じゃあ今日はこんなとこですね。度胸つけていきましょう。じゃあ来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。